目的地、取り入れ国道370号線、その先国道169号線が通るルートです。実際の交通規制に従って走行してください。違うのは およそ200メートル先、左方向です。34キロもここから多いな。まもなく左方向です。何十キロもあるのか、うちまで。まあいいけどさ。およそ1キロ先、左方向です。どんだけプン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 って言う。ナビにまで突っ込み出したね。もうあかんで、あってもうもう末期やね、末期。暇を持て余しすぎてんのよ。もうようしゃべんな、自分でも感心するわ。一人でカメラ向かってようしゃべるやっちゃな、こいつ。それが YouTuber です、はい。ね、同じことばっかり撮ってもちゃあかんしさ。およそ700メートル先、左方向です。はい、やっぱりその場所場所に応じた話もしなあかんし。500メートル、考えてへんようで、考えてるようで、考えてへんねんね。大してね。スイフト、スイフト後ろかっこいい、かわいいな。スイフトはかわいい車やな。あれ、これここ知ってる、この道前に通った気がする。コスモス、ディスカウントコスモスだ。およそ300メートル先、左方向です。はいはい、24号線でねんな。JR か、JR の和歌山線やね、確か。いや、和歌山楽しかったよ、行ってよかったよ。まもなく左方向です。これだね。無理や。無理や。親指かぶせられた。関係あらへん。およそ2キロ先、右方向です。あ、柿の外した中や。柿の外したから高いしな。ここ下市。諸葛ゲームセンター。これ曲がってもいいか。GPS を実践しました。まだ多分遠いよな。探してる時なかった。今頃ファミマがある。ファミマのなんとかフラッペが食べたかったんけどね。もう今はそんな暑くないからいいよ。バイクでもよう行ったわ。高速じゃないわ、軽な。もうちょっとしたら右曲がんねん。まだもうちょっと行かなあかんけど、肉の大月、肉の専門みたいな。そうなんや。およそ700メートル先、三財は右方向です。ここからも山道。
ここまでよう来たけど30キロもあるんや。お父ちゃんよ、なし買いに行くんねん、この辺まで。このもうちょっと向こうやるけどね、ここまで出えへんねんけど。およそ300メートル先、三財を右方向です。三財いつもかこの交差点、車屋がある交差点。まもなく右方向です。三財およそ2キロ先、右方向です。5キロ以上道なりです。ここもうあとはね、目つぶっても帰られるわ。帰られへんけどナビいらんやん。これ前ね、スバルかっこよくするな。マフラー変えてるな。キンプかっこいいな。よう、ここの自販機でジュース買うたんや。ここ一杯落としたな。あ、眠気飛んだぞ。ミンミンで入らんわ。持って帰ろ。帰ったうちまで眠気ってやんと帰らんやろ。5キロ以上道なりです。するやん。でもそこの右のとこにね、なんか神社があって、すごく気になるね。鳥居さんがいっぱいあるの。でも赤い鳥居さんいっぱいあるのは多分お稲荷さんかな。お稲荷さんは怖いからね。変に参ったな。もうこの辺ないからね、自販機は。目が乾いてきたよ。目が疲れてきたよ。
屋さん、柿茶わん、梨屋さんがいっぱい。GPS を受信しました。この辺まで書いてる。いつも買いに来てる店なくなったと思ったけど、ここやったかな。看板なくなってるよ。柿専科場までが引退するし、ね、お父ちゃんも結構ね、行動早いね。モスバーがあるんや。モスバー買って帰ろうかな。小屋みたいなのもみんな梨屋さん。今の時期もやってないけどね。GPS を受信できません。うわ、ガスペギアル。懐かしい。ガスペギアルなら反転してやった。GSXR です。ガスペギアルやったらね。懐かしいよね。およそ700メートル先、大淀病院石を右方向です。はい。もう分かってね、ナビいらんねんけど、はい。ご飯炊くのもそっか、あれだけ炊いたら炊けるし。およそ300メートル先、大淀病院石を右方向です。大切な子供のために美味しいもの食べさせあげよう。まもなく右方向です。その先300メートルで右方向です。って言いながらちょっとモスバーが気になってないけどな。モスバーモスバーモスバーは今何限定。ごちそう照り焼きバーガー毎週金曜日。なんだそれ。今日は26、肉肉バーガーじゃない。メニュー限定メニュークリームチーズ照り焼きバーガー。おお、ちょっとそれ気になるな。でもここから持って帰ったら冷めるかな。時間かかるよな。まもなく右方向です。モービル石油が目印です。あーモスバーあったあった。右ローソンとかにあったわ。5キロ以上道なりです。そっかそっか。牛のスタイやろ。無切りにあったら買って帰ろう。なかったら帰ろう。GPS を受信できません。
今日何かな。ちょっとモスバ気になってんねんけど、クリームチーズダブルテリヤキ510円。あんまりこんなもんドーピングしたらあかんしね。まあ、どっか行くときでも、次和歌山行くときでもね、また飲みましょうか。もう多分近いうちまた行くぞ。今度はもっとちゃんとねプラン立てていく。 GPS を受信しました。前日からね、ちゃんとプラン立てていかんと、あっちゃん忘れ物するしね。うん、と、田尻港も行こうかな。今日行ったルートから回ったら、結構ね、高速代を省ける。ちょっと時間、30分でよく時間かかるけど、別に朝一やからね、ちょっと早めに出て行って、いいと思うしね。モスバもうちょいいたところにあったはずやね。あるしね、そこ左回って結構吉野もいろんなお店があるね。5キロ以上道なりです。すぐです。あっちゃんは。この辺にケーキ屋さんがあるのかな。もうちょっと行かないだっけな。そこのケーキ屋さんが美味しいらしいね。モンブランがすごい美味しいって売り切れるって言って、誰かに教えてもらって知らんかったんやけど、この辺らしい。通ってるから多分見落としてるんやと思う。なかなかケーキ屋さんって寄ることないんで、もうちょい向かったっけな、忘れちゃった。
マップで見たの。ああそんな店あったーみたいな。これもおそばなかったな。もうちょっと帰ったなくなったのか。いや見落としたのかな。ルノーかわいいな。シトロエンプジョーできたら次ルノーかな。ルノーって大きなのやな。エスパスとかのエスパスとかやな。 F1 のエンジン乗ったエスパス売ってくれへんかな。何をしたいねんて。リッター1とかリッター 0. 何歩とかディアボロちゃんみたいに言われると思う。ディアボロ待ちながらリッター 0.9 やから。柿の葉寿司山と柿の葉寿司高いからな。時間美味しいけどさコスパが悪い。足取り1000円ぐらい3000円ぐらい高いんだけど。そこ吉野スターやっていく。あそこのマンションかケーキ屋さん吉野スターの前だ。ここ時々ね来てた。うちあっちゃんね歯医者大淀まで来てた。吉野まで来てたからその時にね行ってたんよ。ここ行こうか。うさ様ちょっと出してるけど。よいしょよいしょ。ちょ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 狭いな駐車場。昔のワックやなこれ。あ狭いね。できます。